長井駅は大阪府大阪市住吉区長井東4丁目にある西日本旅客鉄道大阪市高速電気軌道の駅である JR 西日本の駅番号は JRR24 大阪メトロの駅番号は M26JR 西日本の阪和線と大阪メトロの御堂筋線が乗り入れており接続駅となっている JR 西日本の駅は 特定特市内制度における大阪市内に属している。また大阪メトロの駅には M26 の駅番号が与えられている。相対式ホームに面2線を有する公開機で分岐機や絶対信号機がない停留所になった。有効庁は6両編成分。改札口は1カ所のみ。地上駅時代は島式ホームに面4線の構造で、有効庁は6両編成分で、 対比停車の特急電車も6両編成分までだった。普通電車が快速電車や特急電車の対比を行っていたが、高架化完成後は電車の対比設備は隣の鶴岡駅に移された。また、駅の和歌山よりに渡り線が設けられていた。かつての地上時代は、駅の南側を長井公園2、駅北側の道路や、そのさらに北側は、阿ビ子筋を、 半和線が横断する形であり、かつ、昭和後期以降の半和線はダイアグラムが過密気味で、あるため、朝夕のラッシュアワーには、駅近辺の踏切は、開かずの踏切となり、渋滞の原因ともなっていた。中には、時間を焦せる、あまりに投降、出社する者が、遮断機をくぐった結果、列車に跳ねられる事故が過去には、幾度も発生した。そうした事故や、 交通混雑緩和などを解消する意味で地元からの要望も多かったことから高架化工事が実施され、2006年5月の工事完了をもって駅周辺の踏切は消滅した。堺市駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅である。駅業務は高架化完成と同時に委託された。IC カード、アイコカを利用することができる。 乗り場相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。長井公園及び長井陸上競技場、長井球技場などで行われる J リーグ主催試合、FIFA 主催サッカー国際試合やスポーツ大会ほか各種イベント開催時の混雑に対応するためホーム幅が他の駅より広く取られている。改札口は南北の2カ所に設けられている。 なお JR 西日本半和線長江駅との乗り換えでは、北側改札の利用が主便である。男女別便所と滝用トイレは、北改札口側は改札外に、南改札口側は改札内に設けられている。当駅は天王寺管区駅に所属しており、駅長が配置され、当駅と阿鼻子駅を管轄している。IC カードピタパを利用することができる。 乗り場近年における1日乗車、乗降人員の推移は、下表の通り。公園自体は、地下鉄の駅と接しているが広大であるため、長いスタジアムなど、競技施設は、鶴岡駅の方が近い。なお、御堂筋線長井駅と交差する形で、大阪メトロ四地長吉線の新駅が設置される、計画があるが、2020年現在では、未着手である。ありがとうございます。